グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、パリ・サンジェルマン、PSG に加入したアルゼン代表 FW、リオネル・メッシは、早くも、次のクラブへの移籍に向けた準備も開始しているとい、英誌、ミラーが21日付で伝えている。バルセロナ、筋のキャリアを過ごしてきた、メッシだが、リガのサラリーキャップ規定により契約延長、不可能となり退団。その後 PSG への加入が決まり、ロデビュー後では、自身初の移籍を経験する、とになった。PSG での公式戦デビューは、今週末に、ワレルリーグアン第4節のスタッドランスになる可能性が高いと見込まれている。だが、PSG、まだ試合に出場もしていない時点で、早くも、のクラブへの移籍に向けた動きが報じられ、いる。A 氏によれば、MLS、メジャーリーグサッカー、インテルマイアミの共同オーナーである、イビッド・ベッカム氏が、メッシの獲得に向かい、他交渉を、すでに開始したとのこと。PSG との契約、満了する2年後の獲得を目指していると見られる。ビッグネームの補強に、積極的なインテル、マイアミは、以前から、メッシやクリスティアのロナウドなどの獲得を目指している子がたびたび報じられてきた。また、ベッカム氏、身もそうだったように、メッシに対しても MLS で、例して引退した後に MLS クラブのオーナーとルアンが提案されているとも伝えられている。